悲しい画像を見てきてと思います。まずこちらですね、ニュースなんですが、米市長命令違反の飲み会摘発を指示、捕まったのは妻ということで、こちらはね、アメリカのイリノイ州というところの市長がコロナのために市民に対して外出をね控えてくださいと呼びかけたそうなんですが、それを無視する市民がたくさんいたということで、市長が警察に対して取り締まってほしいと言ったところ、警察が飲み屋で飲み会をしていた市民を摘発したところ、そのうちの一人がこの市長の妻だったというニュースですね。悲しいですね。市長としてだけではなく、夫としてね、奥さんにさえ言うことを聞いてもらえない。これはいろんな意味で悲しいニュースですね。次はこちらですね。こちら大阪駅で約2時間取材、立憲民主支持する人0人ということで、こちらのニュース番組ですね。立憲民主党代表の枝野さんが生出演されたという回で、そんな中ね、大阪駅で約2時間取材した結果、立憲民主党を支持する人が0人だったということで、枝野さんもね、この顔をしています。もうなんでね、呼んでしまったんだろうというね、公開処刑ですね、こちら。もうこういった時のね、人の顔が一番心に刺さりますね。次はこちらですね。こちらアンパンマンのゲームですね。時間内にどんどんボールをぶつけてね、というバイキンマンに時間内にね、どれだけボールをぶつけられたかというゲームなんですが、もう見ての通りね、もうバイキンマンは死んでます。死んでもなおボールをね、当て続けられる。それに後ろのね、アンパンマンたちにグーパンチされてるようなね、背景の絵でね、すごいバイキンマンがかわいそうな、かなり悲しくなる写真ですね、こちら。もう触覚のね、一本も取れちゃってますね。折れちゃってます。白目も向いてるんですが、それでもね、まだバイキンマンは時間内にどんどんボールをね、ぶつけられてしまいます。もう正義がわからなくなりますね。次はこちらですね。宮迫がね、テレビに戻ろうとしていると言っている画像ですね。YouTube をね、してなかった方が、もしかしたらテレビ復帰早かったんじゃないかなと思うんですが、宮迫はね、まだテレビ復帰を諦めていないそうです。ただ YouTube を頑張ることにより、テレビ復帰がね、遠のいているような気もするという、ジレンマを感じる画像ですね、こちら。未だにテレビに戻れない宮迫のね、ちょっと悲しくなる画像です。次はこちらですね。声優オタクということで、妹になった声優、水瀬いのりちゃんに、朝お兄ちゃん起きて、と言われたいです。と声優オタクの方がね、言っている。夢に満ち溢れた画像ですね、こちら。もうこちらのね、声優オタクの方の夢、それをスタジオでね、芸能人が聞いてますね。面白い回答には賞金が出るそうで、もういろいろ含めてね、悲しくなっちゃう画像ですね、こちら。いつかね、夢が叶うといいですね。次こちらですね。はい、こちらね、テレビでラブライブを見るアニブタですね。ガチアニブタです。もともとはね、人間だったのか、ラブライブによって豚になってしまったのか、もうアニメをね、見ている時のお前らはこんなんだぞと言われているようなね、ちょっと複雑な気持ちになっちゃう画像ですね、こちら。次こちらですね。ポケモンのキモリですね。ほんとだ、キモということで、もうキモリのね、語尾っていうの分かってるんですが、それでもなんかね、悲しくなっちゃうという。もうやはり一番嫌な悪口がキモですから、もうキモリの語尾だと分かっているのに、なぜかね、悲しくなっちゃう。それほどキモという悪口は心をえぐるんですね。もうぜひキモリにはね、この鳴き声やめてほしいなと思います。次こちらですね。インスタの写真ですね。お花畑にね、犬が2匹写った綺麗な写真で、もう何もね、悲しくならないんですが、この撮影風景がこちらですね。もう曇り空でね、花畑には立ち入り禁止の看板がね、立っている。もうね、これも含めての作品のような気もしなくもないですが、実は綺麗な写真を撮るには、こういったね、汚い背景があったという、真実を知ると悲しくなります。はい、強くいきましょう。以上です。